今週の東京オリンピックニュースホームランありがとうございますすいませんちょっと息切れ大丈夫ですか今日あの今週はちょっと野球だったんですけれども分かりましたよ今のあれ掃除だとは思わないですよだいぶアクティブな掃除ですね風圧がいろいろ動きまくって今日は何ですかはい今日はですね東京オリンピックニュースの前に 松木さん、私知ってるんですよ。とある発表がありましたよね。あ、そうですか。松木さん教えてくださいよ。ないんですか。あのあれですよ、チャンピオンシップのサッカーのね、チャンピオンシップのアンバサダーというね、アンバサダーって大使です。そうです。大ね、大使。まあ大したことない大使って言われてるんですけどいや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 。そんなことはないです。一応でもどうしね。ど名刺ですか。自分で言わないと誰も分かってくれないから。これね、ほら。 これ教会から頂いてチェアマンから頂いてこれねよく見るとねシールで貼ってるだけなんですそして名刺もいただきましてこれ見てくださいあっかっこいいじゃないですかありがとうございますいただきます あどうぞどうぞどうぞ。はいすみませんちょっと今持ち合わせて。いえいえいえもう行けなきゃ。もうござあじゃもう一枚あげましょうか。ありがとうございます。もう一枚。あの一枚で大丈夫ですか。あ大丈夫です。かそがとうございす。結構残ったんでね。あの後あとですね。あのなぜ松木さんがねアンバサダーかと言いますと、はベルディ川崎の監督時代にね。あの初めてのチャンピン。です。J リーグができて最初の年でしたから。そこであの当時もやっぱり。 そのファーストステージセカンドステージというやり方だったそうでしたよね。で初めてのチャンピオンシップで優勝された監督ということで、もう随分昔ですからね。監督で優勝おいくつだったんですか僕はね35ですよ。66になる頃もまさに僕今そうです。あそうですか。35からこれで監督でチャンピオンシップを優勝してるんですね。いやでも清水さんのがすごく若く見える。当時の僕よりそうですか。いやでも監督で優勝やっぱ若い。

マス克さんにアンバサダーとしてやっぱ伝えてもらおうと、そうですね嬉しいですね。しかも土曜日ですよ。そうですね。もうあの賞金もかかってますし、やはりその先にあるまあいろんな大会に参加できるというねチケットが手に入りますから、まあいい試合を期待したいと思いますよね。大一番です楽しみです。はい。そして私たちですね、応援の気持ちをたっぷり込めまして大使に大使にこちらプレゼントします。 青年よ大使を言いだけっていうねちょっと違うかこれなあれ分かりますかかりますこれフルーツははいフルーツなんですフルーツだけどこれ何フルーツだこれ見たことありますかいやないなこちらが今週のチャオケオランピックですなんですね何ですかこれそうなんですこちらこれ投げて打つとかあー違うます違います違いあの食べるものなんですがこちらですね このフルーツが東京オリンピックで意外な活躍を見せる予定なんです。えーえー、これなんていうフルーツ、これ。これはパッションフルーツ。あ。 パッションフルーツってこういう形ですうなんですよ。あの僕ね食べたことあるんだけどありますか。このカットしたものしか食べたことないから。こういう形だとちょっと分かんない。分かんないですよね。こ初めてだね。そうなんですよ。私も実はさっき知ったんですけど。なんだ。なんですこれをプレゼそうなんです。あというのも東京オリンピックが開催される時は日本が最も暑い7月から8月。暑いですよね。しかも最近の東京は特に猛暑ということで。 うん、東京オリンピックは、オリンピック史上最も過酷な大会になるんじゃないかという懸念があるんですね。このパッションフルーツが大活躍する予定なんです。名付けて、<う>パッションフルーツで気温を下げよう作戦ということなんですが。こちらの食べてもいいんですが、うん、食べるだけじゃないんですよ、ね。だけじゃない。まずあのこれまでも我々わち水を消化したり。はい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 。このコーナーで、でこのパッションフルーツを使った対策がある。うん、ということで、うん、これ見てくださいね。 フ,ァッションフルーツをですね天張り式に取り付けることでここううううなるるんんだそそやってででできるらしいいすすすよよご広い木陰を作ってでその葉っぱにこうミストをする<ー>と気化熱が起こって冷やされた空気が上から降りてくるということで<ー>屋外でもエアコンが効いているような<ー>そんな効果が得られるということなんです。よね これはね、本当にエネルギーも使わずに、本当に涼しくなれるということで。すごくエコですよね。それでパッションフルーツが鍵を握る。で、出来上がったパッションフルーツを皆さんが召し上がると。そうですよね。最高だね。いいシステムですよね。なるほど。で、まあ、このパッションフルーツの緑化大作戦、これのメリットがこちらなんです。はい。 成長が早いので、すぐにカーテンができる。そして病気、害虫の発生がほとんどないんです。これがいいね。最高ですよね。悪いことないじゃないですか。育てやすい、食べやすい。食べると美味しい。ね、涼しくなる。そうですね。いいですね。いいですね。成長早いってのも確かにこうすぐにああいうこう緑のカーテンみたいなのが。 早くできるっていうことかですよね。ねうん、大きいかもしれない。例えばご存じない方もあれはなんだろうなんだろうって言ってる間に、あすぐできますよって言うとそれをね作り始めたりいろんな場所でねいい、ね、ですよね。これもね<の>連鎖していきますからね。やっぱり今結構緑のねこう緑化をすることによって気温を下げようっていうのはいろいろね動きとしてはあるんですが、環境省によると大規模な緑地がある新宿御苑、うん、ね<ー>緑いっぱいあるじゃないですか。あります。新宿御苑で冷熱効果を測定した結果市街地に比べて平均的に一度以上気温が低いですね。えー

明治神宮、やっぱり緑の。前緑がありますよね。しかもパッションフルーツは早く。そう、害虫も出ない。ね。しかも香りがちょっとしません。あ、くる。いいですね。らほいい香りが。ああ、いい香り。ああ、爽やか。残念ですね、皆さん。ほんのり甘酸っぱい香り。そうですよ。で、今、その都心の大規模な緑に。河川、川ですよね。川とか池。 こううい水辺をうまくつなぐことによって風の道を作って空気を冷やそう都心を冷やそうこれ相当大規模ですよね。そうですよね川と地をいうことは1 0 0ー以上だね。ということはつなげていくるでですよやっぱりもアスリートにとってはね2020年のオリンピック暑さは相当敵になりますからねだから本当に激しい競技の周りにはそういった場面をたくさん作ってあげるといいかもしれませんね。 屋外だとねお客さんもやっぱり結構熱中症怖かったりするんでねそういうのがどん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 こうまあね、エコだからいいですよねそうですそ本ですねパッションフルーツを覚えてくださいねうちの夏やるかなあ、やりますか来年からやっちゃいますか成長早いですよいいかもしれないね簡単そうですしね成長早くて手入れもそこまでそうですよね成長早いってはいいねそうなんですパッションフルーツと今注目のね フルーツということで、ではい、はいファッションフルーツ、皆さんよく覚えておいてください。はい、ということで、えー、東京オリンピ毎週土曜深夜0時15分からお送りしています。ぜひご覧ください。